はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はジャンタマでね、麻雀やろうと思います。ということでね、3枚いきます。はい、よろしくお願いします。これは、シャーチャーですね。ラソヤ、お、ペイ2枚、嬉しいね。さあやっていきましょう。まずはペイを抜くでいいよね。とりあえずペイ2枚抜いて、シャー捨てますか。で、ドラが嘘ですね。オッケー。うん、ナンはさすがにちょっとポンはできないね。なるほど。まあでもドラ2枚使い切ろうと思うと、ちょっとむず、あ、おお、ありがたい。使い切りやすくなった。これはね、あ、早いよ。早いよ。ちょっとこれなんか両ピン怖いのかな。初ぐらいは通そう。よし、いいピン出る。あー、 Q1 かな。あ、いや、まあどっち頭にしてもっていうことなら確実な難をね、ちょっと切りましょうか。まあ、これでね、Q1 で待ってたら、ああ、そんなことはなかったね。恐ろしいけどね。はい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 。1、2、3。まあ、さすがにここまで行くとちょっと前進したいけど、当たるか。しかもその街って完封できてたじゃん、持ってたら。はい、2900点ですね。ただまあ、親に振り込んじゃったので、連チャンタイムですね。マジか。ちょっと高そうだったんだけどね、上がれれば。それはまあ言ってもしょうがないか。お、またドラ統一で持ってるね。これは、あー、どっちから行くか。まあ、Q1 とかね、結局出ていくだろうけど。お、いいね、いいね、いいね。ちょっとさっきの分を取り返したい。さて、まあ、ソーズで2メンツありますよと。で、ピンズで1メンツ完成してて頭があって、もう1メンツどこに作るかって話なので、チーピンにくっつくか、リャンゾーに、まあ、くっつくというか、あー、そこ引き直すか。まあ、とりあえず基盤、手放しましょう。これは、チーピンにくっつくなら、ソーズのね、ペンちゃんを外していくんだけど、先にね、三蔵埋まった時どうするのって話だよね。リーチが早いな。3ピン。あー、これもちょっとペン、あー、しかし、保証がないな。通る保証はないけど、これわかんないもんね。ちょっと押していこう。いいピン。1、2、3、3、4。うん、これでまあ、両面。で、テンパってるね。ちょっとこっちから手放そうか。これで、あー、ちょっと一旦待って。うっそ。張ると出る。まあ、2900点なんだよね。高くはないけどっていう。まあでもそれもね、相手がたまたまドラ持ってないとか裏乗らないとか、それだけの話だからね、振り込んでるの良くないよね。さあ、今度はちょっと高いぞ、きっと。ドラが1枚あるだけで全然違うからね、親だし。さあ、ちょっと2連続振り込んでるので、まあ2連続振り込んでるので、と言ってもね、ガンガン行くしかないよな。ビリだし。そして E1、Q1 泣く。ほう。E1、Q1 泣く。なるほど。さて、これは、あー、そうね。まあでも泣くのもあったのかな。とりあえず一回上がろうみたいな意味では、シャーチャーだしね。シャー泣くのはあったのかな、これ。あれ、なんか普通にぼーっとしてたらテンパってる。これリーチしちゃおっか。リーチにゃ。いけ。
3ピンですね。3ピン待ち。高い手はね、張っても上がれない割に、なんか役のない手、役もドラもない手は、張ってね、とりあえず先制でリーチできると。まあ先制なのかね、両方泣いてるからわかんないけどね、すでに張ってる可能性もあるし。っていうか喋りながらでちょっとちゃんと見てなかったら、テンパってたっていう感じだからね、今回のは。まあでも3巡目でね、テンパれてるのは悪いこっちゃないから、サクッと上がれるなら上がっちゃいたいっていうのが本音ではある。さあ、どうでしょう。3ピンが出るかどうか。これ E1、Q1 泣いてるから別にピンズ出してないけど、染めとかそういう話でもないから、ないしね。まあ、ワンズ本一で残り自敗でよとか言われたらあれだけど、それは多分ないだろうから、あ、ピンズ出始めたね。ちょっとピンズ出始めたら、あ、OK。まあ、リーチのみですけど、裏もなし。ちょっとだけ返してもらった。ちょっとだけ返してもらったけど、まだビリよという感じですね。さあさあさあ、ただ親が終わったぞと、次行ってみよう。はい、まずはペイを抜いて、E1 を出しましょう。9ピン捨てて、あ、789555。想図で結構いい感じの形が、あ、しかもドラがまた重なる。ドラがまた重なる。2355789。悪くないんじゃない？これ、形的には悪くない。結構、そうね。まあ、789のところのね、パワー1、あ、また先制リーチ食らう。これでね、今までのパターンだと振り込んでるから、ちょっと怖いね。今までこれで振り込み続けてるから、ちょっと怖いんだが、どうしようかな。ね。これね、ちょっとね、ドラんとこ頭にしたいかな。なんでよ。ピンズのが通るかな。ピンズのが通るんだったら、3、4の方を落とすのもあるのか。いや、それだと結局、あー、ちょっとわかんない。それだとでも結局、ソースのところ、頭パー、あー、いや、そうか。ん？頭パー、そうにすると、あんこってないから、567、あー、違うな、ウッパー、そう待ちになったらひどいもんね。困るな。ちょっと時間使っちゃったし、夏もかな？缶を迷ってる？ははは、やっぱり。缶を迷ってる。そして言いそうない。はー、言いそうない。3、4、5、6、7。リャンパー、言いそうない。これ、想像がでも通るかって言われたら、ちょっと、あ、出てっちゃった。はは、怖っ。はい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 。ちょっと今時間切れでしたね。時間切れで出てった。そしてまたもう時間がない。時間がない。ピンズ、ちょっと怖いな、本当に。あー、ツモですか。はい。そうですね。12000点。あ、倍満。なるほど。お、でもあれか、親とこの差で一応2着に浮上したけど、まあただね、ちょっと親でしっかり上がっていきたいね。もうリーのみしか上がってないから、ここはなんとか、親でね、上がりたい上がりたいという感じですが、しかしどうだこれは。なんか結構バラバラだぞ。一番バラバラかもしんない、今日もらったハイパイの中で。3ピン重なる。
とりあえず、うん、初後回しにすべきだった。まあでもポンで入ってきたのが E ピン、 E ピンか、 E ピンはあんま嬉しくないな。はいはい、44556、まあ総図でな、そこかぶるのか、そこかぶるんじゃこっちか。一応ね、じゃあパースを頭にして、パースを頭にして、456のところを使って2面2、あ、OK、 これはリーチかけましょうか。枚数も十分あるね。サブロスト待ちでリーチしましょう。まあただちょっとドラがね、うん、ドラがねっていうところはあるんだけど、これは泣くか迷ってんのかな、ロンではないよね。うん、 OKOK さあ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 、サブロッソ、サブロッソがどうだ、出ないかなんか出そうにないな、積もるしかないのかな。ん、ペーを泣く。さあサブロッソを出してくれ出さない。ソーズが全然出てないなっていうか、川に。さて止まってるが、なるほど、リャンゾーはね通ってるからね。さあサブロッソ、サブロッソ出なそう。自分が持ってる1枚しか見えてないから、7枚山か手か。まあでもこんだけ想図出ないとね、ある程度想図手配に入ってるよね、2人とも。あ、出た出た、 OK。 お、これはドラが、ドラさんか、リーチドラさん。はい、マンガン1万2000点直撃で、変わらないのか。はい、ね、まあじゃあ連チャンしましょう。もうちょっとだね、もう一息、もう一息。さあ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 、まあかなりやる気が出てくるね、これは。しかし自敗バラバラ、ちょっと手配が自敗バラバラだけど、まあ少し整ってきたか。567一目つ完成の223、うん、またなんかちょっと一平子っぽいものはある。換算ピンだからね、イペコの部分作るには。で、頭、まあ、9ピンとするなら、もうすでに一応1、2、3面ツ、あと1面ツどうするって感じだから、まあ、ドラのとこで作れればだけど、まあ、ドラにね、ドラ重ねてってなるとね、ちょっと縦に伸ばさなきゃいけないっていう、まあ、枚数がね、少ないところにあるけど、まあ、2、3って入ってくるなら、お、初ポンできればかなり嬉しいが、すでに1枚出ている。初ポンできたらもうドラ捨てちゃっていいかな。ああ、そこくっつくんだ、そのタイミングで。え、じゃあ初切るか。それとも2、4のピンズ落とすのか、これ。換算ピンの方が薄いのかな。ああ、でも初1枚出ちゃってるからね。ああ、また時間がなくなる。ほらね、こうやってね、考えながら喋ってるとね、あっという間に時間がなくなるんですよ。と言ってる間にね、ペンさん、ペンさん像もね、ちょっと1枚出ちゃってるね。ペンちゃんカンちゃんで、しかも、そこ重なるのか。今、リャンピンスピン落としてたらちょっと、ああ、これ、いいや、ちょっとリーチしちゃうか。まあどっち、今どっち落としてもと思ったけど、時間なくて迷っちゃった。さあ、あ、そっち、そうか。まあ234の方が良かったかな。3増。そうだね。イペコできてたらね、ダマでも出上がりできたからね。ちょっとなんか今のは、あ、オッケー、ロン。はい、リーチ、ドラ1、ドラ2か。リーチドラに9600点ですね。はい。というわけで、今回はね、無事1位が取れましたと。天下無双にゃ。よかったよかった。
ふう。はい、というわけで、まあ今回はこれで終わりにしようと思います。あ、何気にサンマは結構最近勝ててるんだね。はあ、なんかあんまり勝ってるイメージないのは4マのせいか。なるほどね。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。